言葉も簡単すぎて、そのせいで他の国の言葉を勉強したらすごく大変になりました。これからも日本語を勉強したいと思います。そんなリタちゃんが僕らと一緒にね歌うぞっていうことで、うん、じゃあ何歌いたいって聞いたら、なんかアニメの挿入歌だったんだよね。あ、はい、坂道のアポロンっていうアニメ。リシェ君、坂道のアポロンって知ってる？聞いたことがある。おそう、こう見えてね、アニメ好きつながり。アニメが好きで日本に来ちゃった2人。その坂道のアポロンの中で、はい、この曲はそのアニメの中で初めて聴いた？何回も昔からもうずっと好きで、そのアニメ来てきたら、あっみたいな、このバージョンがいいなと思って歌いたいなと。よかった。おじさんたちはリタちゃんがそのアニメで初めて聴いたのかと思ってドキドキしてました。もうね、これは昔から のジャズのスタンダードなんでね。で、そのアニメでかつてバージョン好きなんでしょ。はい。で、神田陽子さんが演じてですね、ごめんね、普通にやるから。言っていい？はい。ララバイをバルナ。Spread love and kiss me sweet.